第50回世界卓球選手権個人戦。第50回世界卓球選手権個人戦。第50回世界卓球選手権個人戦は2009年4月28日から5月5日まで、日本の横浜市にある横浜アリーナで開催された世界卓球選手権。前年の北京オリンピックで全種目を制覇した中国は国際卓球連盟との話し合いで他国にもチャンスがあるよう。 オリンピックチャンピオンをダブルスに起用せず、混合ダブルスでは2軍選手を起用したが、3大会連続で全種目を制し、混合ダブルスでは4強を独占した。2006年4月27日に行われた i t t f 理事会で、横浜開港150周年に合わせて立候補した横浜市が、オーストリアのリンズを112-38で破り、開催することとなった。 横浜市は2008年五輪世界水泳招致失敗を受けて立候補していたがいずれも招致に失敗していた。大会では2009年4月時点の世界ランキングが選手のつけるゼッケンの番号となった。4月28日にの開会式では横浜市立豆戸小学校の5、6年生約80人が出場する146の国、地域のプラカードを持って更新した。 大会期間中の5月1日に開かれた国際卓球連盟総会でアダム・シャララ会長や木村桶ル副会長らの再任と2012年の第51回世界卓球選手権団体戦がドイツのドルトムントで開催されることが決定た。また、同日、大会組織委員会は新型インフルエンザ対策を強化すると発表。選手、 役員入り口には体温を感知するサーモグラフィも設置された。男子の世界ランク4位のティモボルが腰痛のため欠場し、男女共に第4シードまでが中国選手となった。世界ランク1位の王・アキラが大会3連覇を狙った世界ランク5位の王・ツトムキンを破り初優勝した。女子シングルスでは 世界ランク1位の超イネイが前回優勝の世界ランク2位の格役を破り優勝した。男子ダブルスは第1シードの王・アキラ、チンが第3シードの下、と格卒を破り優勝した。女子ダブルスは格役、リアキラ・カスミクミが優勝し、中国勢が11連覇を果たした。中国は3大会連続で5種目を制した。またベストプレイヤー賞を 王王明がフェアプレー賞を水谷俊が受賞した。日本からは男子シングルスに半明、水谷俊、吉田海医、王谷秀俊、松平健二、松平健太、庭幸喜の7名、女子シングルスに福原愛、藤沼愛、稼美恵、平野沙耶香、福岡春奈、石川かす石垣優香の7名、男子ダブルスに水谷俊。 岸川翔也組、松平健太、輪幸輝組、松平健二、上田仁志組、女子ダブルスに、福原愛、平野沙や加組、藤井博子、石川霞組、日浦玲子、藤沼愛組、混合ダブルスに、多瀬国志多瀬三木組、水谷俊、平野沙や加組、岸川清成、石川霞組、松平健太、福原愛組、松平健二、 若宮美佐子組、上田一志、福岡春奈組、庭光利森園美咲組が選ばれた。混合ダブルスの多勢、多勢組は世界選手権日本代表としては初の夫婦によるダブルスでった。庭光希、松平健太、石川霞ら10代の若手の活躍は国際卓球連盟のホームページで中国に迫る天才と紹介された。 また男女シングルスで全員が1回戦を突破したのは40年ぶりであった。大会終了後の5月5日、発表された世界ランクでは、水谷俊が22位から20位に、吉田海エラは37位から32位に、松平健太が101位から62位に、羽光希が426位から318位に、石川霞は99位から62位に順位を上げた。一方、 平野さやかは19位から25位に順位を下げ、福原愛は31位のままであった。内は2009年4月時点の世界ランキング。内は2009年4月時点の世界ランキング。内は2009年4月時点の世界ランキング。十条みやびだ。内は2009年4月時点の世界ランキング。内は2009年4月時点の世界ランキング。 世界卓球を PR するために、テレビ東京の女性アナウンサーを大橋美穂、松丸幸、大竹幸、スクロセイが、前田海、吉見、愛内優香、秋元玲奈の7人によって結成された。ゴールデンウィークに横浜市で行われる第50回世界卓球選手権個人戦を放送するテレビ東京が大会をワールドベースボールクラシックのように盛り上げようと、 アナウンサーで結成したユニ、ピンポンなのに続き、若者をターゲットにしようと考え AKB、卓球部が創設された。秋葉原の AKB48 劇場にも、卓球台が設置され、メンバーの練習が行われた。世界卓球デイリーハイライトなどに出演、日本代表選手へのインタビューなどを行った。またこの大会を前に、メンバーのうち、運動神経の良い秋元、宮 宮崎、小野の4人、その後、峯岸、小島、高橋、板野の合計8人が、福原愛の母親から、卓球指導を受けて10本以上のラリーができるようになった。その後、2010年の世界卓球選手権、モスクワ大会、2011年の世界卓球選手権でもメンバーを入れ替えて、AKB 卓球部が結成されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。